50メートルを超え、壮大無比の絶壁はまさに海賊橋随一の景観でございます。戦前この地を訪れた作家日野足平氏はタロイモを見にして海賊橋の絶景を語るなかれと歌っているのでございます。また先生から下流を下海賊橋と申しまして、まだ開発されていませんが、延々6キロ余りは